どうも、キスケです。さあ、お相手は劇場版パーティーということでやっていきましょう。本日は、ゆるレジがまだやると、いう情報が公式ツイッターでありましたね。復活の年ということで。都市が復活したということで、まあ、様々な、コメントが飛び交ってますね。公式ツイッターで。クビじゃなかったのかと。復活演出かとか、ぎっくり都市とか、いろいろな言葉があったんですが、まあ、なんか都市の顔見んの久々じゃね？ なんかそんな気すんねんけど。えい。破壊神トッポなり。で、まあ、新キャラ情報もあるっていうことが書いてあったので、まあ、リミテッドでしょうね。そのリミテッドのチケットは、ミッションでゲットできたんで、まあ、それは間違いないかなとは思うんですが。ダーン。この不利属性無効必殺が強いの強いの。あ、最終形態、フリーザが意外と、ええ火力すんな。OK。14日ですね。14日。もうちょいですね。だ、何曜だ？火曜か。多分、水曜にそのまま新キャラ来ると思うから、火曜ですね。あ、やべ。おい、ふざけんなよ、マジクソマヒがよ。ふざけんなや、マジで。14日火曜にゆるレジがあると、23時からですね、また。呼んでいく。そりゃおめえ、あんだけマヒばらまいとったそうなるで。ドーン。でね、なんか、9月中旬あたりから、開催予定の、なんかイベントの情報もあるらしくて、わりかし、あれなんじゃないか？いい感じに、ちょっと長めの放送になってるんじゃないかなとは思うんだけどな。で、なんか特殊ルールのサモンシールだったっけな？っていうのが、なんか、PVP に実装されるのかな？ PVP 企画みたいな、があるらしくて、サモンシールドの情報ってさ、何も出てないよね。確か。出たっけ？ OK。ライジング。まあ、詳しいお話は次の試合で喋っていこうかなとは思うんですが。ナイス。ライジング4段めちゃくちゃでかかったな。テヘペロですわ。まあ、これはね、さすがに有利属性なんで負けないと思います。落ちるっしょ。よーし。さあ、マッチングしました。スーパーサイヤ人パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。そう、サモンシールドですよ、サモンシールド。どういうルールなんやろ。お願いします。多分あれですよね、その正規の、うまいな。正規のその PVP に実装するんじゃなくて、今フリーマッチやってるところにバチッとなんかイベントで入るってことなのかな。どういうことなんやろ。それともなんかゆるレジ限定のあれなのかな。全くわかんないですね。 全くわかんないわ。 OK、 最速いただいちゃう。
やっぱ楽しみなのは新キャラクターですよね。次何のリミテッドが来るのかっていう、それがね非常に楽しみですね。 OK、ほい、ナイス。これちょっと苦しいな、射撃圧しかないの。そりゃ出てくるわそりゃ出てくるよ。どうしようか。いやー、そうですか、キャラチェンできないな。まあ、なんか今言われてんのがバーダックなんじゃないかって言われてますよね、新キャラクター。その第一形態フリーザの全開覚醒であったりとか、あとカカロットの覚醒、そのあたりでなんか次の新リミテッドはバーダックなんじゃないかっていう、そういう噂を聞いてるんやけど、どうなんでしょうかね。一体どうなることやら。個人的にバーダックめちゃくちゃありだと思うんやけど、赤色とかで来てほしいよね、どっちかというと。それとも既存のキャラクターを殺しに来るのかな、キラベジみたいに。なんかね、ほんまにもう最近の新キャラクターってさ、その求められてる色を出さない傾向がすごいんですよねなんか悪口みたいに言っちゃうけど、キラベジもなんで黄色なんて感じやん、言ってしまえば。ゴジータブルーいんのにっていうのもあるし。よし、いやー、避けれるっしょ。ナイス。よーし、勝ちかな。さすがにいけるでしょう。さあラスト、まだまだ勝負はこれからだ。っちゃい、ナイス、あざした。これが誇り高きサイヤ人の王子の力だ。さあマッチングしました。劇場版パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあ先の試合で話した最近の新キャラクターは色がなんか微妙だみたいな話はしとったんやけど、破壊神トッポだってさ、まあ代わりにバドスがいるしさ、の割にはなんかバドスを完全に食ってかかるような性能でもなかったやんか。だからね、そういうのがあるから、まあ、もしバーダックが来たとしても危ね。よし、なんかサイヤ人パーティーに必要な色は赤色じゃないですか今って。ただ赤色がそう素直に来るのかって聞かれると多分来ないと思うんだよな。また微妙な色になるんじゃないか、青色とかさありえそう。今バーダックで来てる色っていうのが赤色、黄色、緑なんですよね。いやー持ってるか、くー、気絶引かなくてよかった。うわーマジか。もう使うのなんだよそれなんだよそれ、欲張ったね。だからバーダック来ても結局なんかバカ野郎でいいんじゃねえとか、またなでいいんじゃねえとかさ、なんかそういう形になりそうで怖いっちゃ怖いんだよな。紫とかできたら悟空4でよくねえみたいなワンチャンあるよね。ただまあ最近の傾向を見るとキラベジも強いし、破壊神トップもまあ使い分けができるキャラクターなんで、まあそう考えるといいのかなーっていう感じはするんやけど、難しいところであるよね色決めっていうのは。欲しい色が必ずしも来るわけじゃないんだよな。アニメオリジナルのユニークフラグメントも出たし、マジでバーダック来るなら今しかないんじゃないか。やべまあどっちにしろ勝ってなかったなこれは。
真似しよう。よし。俺の粘り勝ち。えい。まあ、ライジングで良さそうかな。はい。まあ、バーダック以外の候補となると、マジか。ゴールデンフリーザーね。一回予想したけど、ゴールデンフリーザー。その、破壊神トッポの背景に書いてるし、第一形態フリーザーが今、覚醒したんで、まあ、こういうタイミングに来てもいいのかなっていう感じはするんやけど。で、もう一体の予想が、セル。うん。そろそろ人造人間の紫枠、満を持して出してあげてもいいんじゃないかなと思ってるんで、ありだと思うんだよな。まあその3体かな、俺が予想するのは。バーダック、天使ゴールデンフリーザー、ラドセル、その3体が一番候補になってるんじゃないかなとは思うんやけど、どうする、全く関係なかったら。全く関係なかったら笑うんやけど俺。まさかのなんだろうな、意外なキャラクターいる？はっちゃんとかさ。まあそれは人造人間つながりで、まあまあいいか。あざした。さあ、マッチングしました。何パーティーだこれ。スーパーサイジンかな。お願いします。さて。まあ、皆さんは次の新キャラクター何を予想しますかね。僕は先ほどの試合で言った3体かな。バーダック、セル、フリーザー。まあ、この3体が一番、まあ、濃厚なんじゃないかなとは思うんやけど、3周年後半のさ、ボージャックのガシャみたいにさ、まあ予想外のところから来ちゃうと、まあ予想しようがないよね、正直。全くもって分かんないよな。よし。必殺アーツもう1枚持ってるのは確定だったんで、これ。打撃キャンセルせずに遠距離打撃が刺さっていくと。ありがたい。強い破壊神突破。ベア火力高し。えい。まあ、キラベジ来たばっかやから。おい、必殺圧待ってんだろうがよ、てめえ。遠距離打撃が刺さるな。刺さる刺さる、遠距離打撃。ベア、うまい。オッケー。これね、キックカーツ打っちゃうか。うん、ドラゴンボール破壊して、かつ有利属性、ん？不利属性無効にしちゃおう。だそろそろさ、ゴッド悟空の新しいやつとかさ、出てもいいんじゃないかなとは思うんやけど、どうなんでしょうかね。なんか立て続けに髪の毛着てるみたいで、さすがにないかなとは思うんやけど、そろそろゴッド悟空が日の目を浴びてもいいんじゃないかなとは思うんだよな。いやー、即発か。ようやく必殺圧を消化したか。はい。いやー、我慢できなかった。くっそ。マジかよ、ラッキー。マジかよ。助かるー。破壊されないだけ感謝するのだな。